trà hoa đậu biếc trà hoa à sao 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 trà hoa đậu biếc これ bao nhiêu tiền 120 12万のいいんじゃない買っちゃう分かんない相場分かんないけど come on smart big big あいやいやいや60あこっちにする60どんどんお金がなくなっていくはい come on thank you come on 上行こうか上3階ぐらいまで来たよ3階だよすごい生地だらけ衣装の宝庫だねあ、服もあるもっとロイロイあ、かわいいチアガールみたいペチコートみたいなのも入ってるもんリプランこの辺は包入店何この数字が分からん120円これ何これダイラーはい何書いてんのあこれが分からんのこれ何あこれ7かあ7なんだ全然わからんかった。バイ。バイ。生地がいいのね。こう。マオカ。あ、赤色。体操服みたいね。サンタクロースみたいな、これにする。はい、カモン。ありがとう。娘の服も買いました。めっちゃ可愛いよ。引いてるよなんか市場2つあってなんかどっちも市場っぽくってここは野菜が売ってある市場の上側に食べ物屋さんあるわあどこも美味しそうみんな麺食べてるあー見てミークワン、やっぱ黄色い。ダナにあったミークワン、白かったのに。なんか黄色いね。ダラッタバージョンなのかな。あ、ケンボーもあるよ。シントン、サイ。バー。ヤッカン。ヤッカン。いいかー。マンゴースムージー市場に来たらマンゴースムージー飲まんと始まらんあー美味しい美味しいですお姉さん美味しいですかごんこわねんえこれすごくないケムチャイはい2万ドンか2万5000ドンかえこれちょっと頼みましょうあお姉さんこれありますか Yes まあ No strawberry No ねあ No strawberry OK OK Yes ブルーベリーないのそこら辺にいっぱいあるの本当だ走って買ってこようかアイスと氷となんだろうシロップクリームとココナッツみたいなのが乗ってる贅沢にジャックフルーツからうん、うん、香水みたいな味する前も思ったけどあの悪い意味じゃなくってそれぐらいこう夢や希望が詰まった味そんな甘さです
これどうするんだろうね。冷たくしてくれるものなんかもしれない、うん、マンゴージュース飲みながらマンゴー食べます。うん、主食。またあった。パン。トイサ。アン、トイサ。アン、ラウ。ラウが、ラ、え？大丈夫、ありがとう。バインたこ焼き？バインたこ焼きって普通のたこ焼き？それともなんか、なんかにバインしたたこ焼き？テク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 ちょっとここは安全だよ。歩きたい？いいよ。やばい。Không, lẩu gà tạo ngộ đâu phải ở bên này, ở đâu ra? Tạo ngộ ở bên 3 tháng 4 là tiếp bên kia luôn. À, 違うんだ。ここ出てきたんだけど。はい、chấm cái điểm. À, そうなんだ。ありがとうございます。あ、ちなみに、全体、あん、lẩu gà, là え？あ、なんか gần đây. Gần đây. Gần đây. À, gần đây だ。xin mời dậy. À, ここ？あ、ここか、ここ、こっち、あ、オッケー、カムオン、カムオンにえよ、はい、シンちゃん、バイバイ、危ない。わあ、綺麗、めっちゃ綺麗。着いた。ここ、光海的辣青娘。はい。新潮。新潮。bạn ngồi, ok? tôi muốn ăn này. ok. cảm ơn. これが大きさだ。これが2人用かな？
まず山盛りの野菜がやってきました。あ、文かな。めっちゃニンニクのいい香りしてきました。もう雰囲気からして絶対美味しいですよね。絶対美味しい。さっきベトナム人のお兄さんに教えてもらった、この近くにでこのお鍋食べれるとこありますかというところです。まだ夕食前の時間だからか人はいないんですけど、絶対美味しいと思う。アインアイバンコロアイビアナオビアン、はい、最後最後はい、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 サイゴンビールも頼みました。わ、見て見て見て、こうなってる。え、あ、こっちもだ。すごい。何、こういう仕様なの。あ、すごい、すごい、あ、すごい、ありがとうございます。これ何？ダイラジー。ダイラジー。マン、マン。マン、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 ガ。マン、ロン、ガ。あ、カモン。すごい、めっちゃ美味しそう。あ、タケノコだ。マンっていうの、タケノコ。サイゴンビア。あ、全部青になっちゃった。下手。めっちゃ美味しそうです。あ、もう香りからしてもめっちゃ美味しいです。で、この食べ方ネットで見たらね、これがちょっと煮立ったらこの文の麺をこのお皿に移して、え、これ葉っぱどうすんだっけ。葉っぱちょっと分かんない。具材をこの麺の上に乗っける。あ、すごい大きな鳥もある。とりあえず葉っぱ乗っけとこうか。葉っぱを何枚か乗っけて、このライムみたいなものとか唐辛子とお塩のスパイスを入れて食べるそうです。唐辛子は苦手なので塩だけちょっと入れて。それではいただきます。うん、あ、間違いない、間違いない。うん、めっちゃ美味しい。濃いんだけどめっちゃ上品な鶏の味がガンときて、で多分ニンニクとかっていういろんなこう風味が混ざってるから鶏だけじゃなくってもういろんな自然な素材がこう感じられる。もう言葉いらないほど美味しいです。めっちゃ美味しい。もうこれにビールですよね。具材はタケノコと鶏肉とかキノコが入ってます。葉っぱをちぎって自分で創作するのも楽しいです。タケノコがいっぱい入ってるの。うん、うん、日本のタケノコより塩気を感じます。うん、塩気じゃないのかな。なんかすごい味が濃く染みてるってこと。あ、それだけ煮込んでくれてるってこと。うん、すごい人やってきた。すごい、めっちゃ混んできました。人気店みたい。混むよね、ここね。うん、ベトナム人の方しかいらっしゃらないから、この場所もちょっとナイトマーケットから外れたところで、あんまりこう観光客みたいな人いなそうなところだから、地元の方とかが愛用しているお店なのかもしれないです。美味しいですか。
なにこれ。ローナイ、ローナイ、ヘンジニャロニャロニャロ。người nhà uống, không bán cho khách. Không bán cho khách. Cảm ơn. Rồi, chuyện này đến thì, nãy cả, cạn bài thì, nói, nãy cả, 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 nãy大丈夫。なんなの友達の沸かしでしょ。握手。どうやら野菜は全部この中に入れるみたい。みんなこれお皿なくなって全部緑が入ってました。カモン。ありがとう。美味しかった。ビールも飲んで。いい感じで酔っ払っていますし、そしたらさっき旦那にね、乾杯って来たあのお酒が私にも来て、乾杯ってなってちょっとずつ飲んでたら飲みみたいな感じを歓迎してくれました。そのお酒はね、40度あったみたいで、ちょっと今はい逆に目覚めちゃってます。というわけでダラットの街歩きをしました。ダラットは南国っていうイメージのベトナムでも涼しくって過ごしやすくって、ベトナム人の方もね、穏やかな感じの方が多い印象です。さすが日本の軽井沢と言われているようなところだから、日本人の方とかも観光しやすい、すごいしやすいと思います。勧誘来てもね、全然しつこくないというか、そういう歩きやすい街だと思いました。これからナイトマーケットに行って食べ歩きをしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でナイトマーケットでお会いしましょう。ヘンガプライオビデオティプティアンねー。